大阪府立水田東高等学校は、大阪府水田市青葉岡南にある、公立高等学校。府立89番目の高校として、昭和後期の1974年開校。地里丘陵の高台の傾斜地に位置し、西側に、名神高速道路水田 JCTIC と、エキスポ70の万博記念公園がある。略称は、水秘。 1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に新設した不立高校の一つ。周囲には坂道が多く、また敷地内でも校舎と運動場、体育館との間に高低差がある。そのため校内を行き来する場合は階段を上り下りしなければならない。プールとテニスコートは道路を挟んだ向かい側にあるため、 一部校門を出て横断歩道を渡っていかなければならない。交通の便があまり良くないことから自転車通学の割合が高い。学力の定着、向上を目指し、大阪大学と連携して青葉級セミナーと銘打った土曜講習を開講している。同セミナーでは、英語、数学、国語、理科、社会の補修を開講し、教員志望の反対の学生が、 登校教諭と連携して指導に当たっている。2003年同じ大阪府立で同じ水田市にある北千里高校、水田高校、千里高校、山田高校と高校で立命館大学と学校インターンシップ協定を締結。立命館の学生をインターンとして受け入れたり、立命館教員による模擬講義も開催された。地域との連携を重視し、 地域住民の芸術、文化活動の拠点として、学校を開放する事業や、地域の小学校にグラウンドを開放する取り組みなどを実施している。鉄道バス体育館側の階段周辺には、学園の森と呼ばれる憩いの場がある。また生徒からの公募による、マスコットキャラクター、すっぴーが存在する。体育祭、文化祭は、所在地名からそれぞれ、青葉最短育の部。 青葉祭文化の部と名付けられている。校舎の老朽化に伴い、2015年から旧校舎撤去も含めた新校舎改築工事が開始され、2019年8月に新校舎が竣工した。ありがとうございます。